今日は私のクローゼットを初公開したいと思います。ということで2階のクローゼットに行きたいと思います。こっちです。はい、こっちです。ではドアを開けたいと思います。じゃーん、こちらです。クローゼットは10代の頃からずっと古着屋さん巡りとか好き で、古着屋さんに行くとこういう木のなんかヴィンテージの棚みたいなやつにワンピースとかがバーって飾ってあるみたいなものがすごくずっと好きで、自分のクローゼットもそうしたいなっていう風な憧れがあって、今こうやってクローゼットを古着屋さんみたいに作りました。はい、ということでじゃあこっちから説明していきます。このゾーンにはパジャマだったりとか、海に行った時にこうさらっと羽織れるカーディガンだったりとか、ちょっと肌寒い時にお家の中で羽織れるようなものをここにまとめてます。なんかこれ私シルクのキャミソールすごい好きで、ちょっと派手なんですけど、でもお家の中だったら誰にも見られないからこうやってちょっと気分を上げたりしてます。でこれをこの辺に全部まとめてあります。でこっち側に普段履いてるデニムとかがワークパンツとかもあるし、スラックスっぽいのもあるし、全部ボトムスをここにまとめてます。でこっちがちょっと色物のスカートとかをまとめておいてます。これ結構万能で、ワンピースの中とかにもインできるし、 T シャツの下とかにも履けるし、これ古着屋さんで買ったんですけど、とかこの青いスカートとかもさらっとタンクトップとか T シャツの上とかに、下に履いたりしてます。でこっちが花柄のワンピースをこの辺にまとめてるんですけど、結構古着屋さんで買ったのも多くて、これとかすっごい前に買った古着屋さんで買ったワンピースなんですけど、ずっとお気に入りでめっちゃ派手なんですけどずっと着てます。これお気に入りです。このパフスリーブとかも可愛くて、この辺も古着屋さんで買った花柄のブラウスで、これデニムとかに合わせても可愛いかなと思って、これロスで買いました。これは普段かぶってるハットとか帽子とかバケットとかをこの2段にまとめてます。こういう生地感なので結構何にでも合わせられる、さらっとかぶれる生地のものとか日焼け防止にもなるし、よく買ってます。下の段にお気に入りの T シャツをちょっと重ねて入れてます。 T シャツ結構もっといっぱいあるんですけど、あんまり入れてると見にくいかなと思って、最近よくその時よく着てる T シャツたちをここに入れてます。でこっちはちょっとなんだろう、パーカー、レッスンの時とか結構パーカーとか着るのでスタメンをここに入れてます。でここには白系のワンピースとかいっぱいあるんですけど、で今着てるこのマーレットの丈違い、あと長袖バージョンも持ってて、シマーレットのワンピースが大好きなのでこれをよく着てます。はい、とかあとこのちょっと麻っぽいこういう生地のものとかもすごい好きでよく持ってます。でこれはオーガニックコットンのワンピースで、これ部屋着とかにもできるし、でこのまま外にも出れるのですごい着心地が良くてお気に入りです。でここはちょっと女子っぽいゾーンですね。これまだ一回も着てないんですけど、ちょっとドレスアップする時とか、あとでも意外にカジュアルにも靴次第サンダル次第で落とせるかなって思うので、これもたくさん着たいと思います。意外にピンクも好きっていう。でこっちにサンダルとかヒールとか靴とかをこの棚に、靴もっといっぱいあるんですけど、ここに飾ってるのはさらっと履けるものとかが多いです。これはアクセサリーとサングラス、これ最近のお気に入り、
ディオールのパールのピアス、大ぶりのピアスとかも、これは古着屋さんで買いました。意外に古着屋さんで買ったものが多い。でここはサングラス。意外にカラーレンズがありますね。カラーレンズも多いかも。ちょっとたまに冒険、キャラじゃないんですけど、意外にたまに冒険の割に種類が多い。でここにちょっと小さめのバッグを下に並べてます。茶系が多いのかな、使いやすいから茶系のバッグが多いんですけど、あとこっちの上にも、上にちょっと大きめのバッグを並べてるんですけど、こっちがロエベさんで、これセリーヌ、ディオールとかフェンディとか、ちょっと大きめのしっかりとしたバッグを上にずらーっと並べて、どれにしようかなっていうふうにいつもここから選んでます。はい。じゃあここからは私のピックアップアイテムを紹介したいと思います。このピンクのパフスリーブのアイテムですね。ワンピース、リーマシューっていうところのワンピースなんですけど、普通の素材とは違う、ちょっと加工された感じで、なんか若干の光沢を感じられる素材なんですけど、ドレスアップにもいけるし、カジュアルにも落とせるような感じのワンピースです。ですごいお気に入りです。まだ1回も着てないんです。実はこのハイクのシャツワンピー、これすごい大人っぽい。この切り返しのプリーツの細かさがすごい可愛いなって思って、結構ヒールとか履くとカチッとしすぎちゃうかなって思うので、フラットシューズで崩して履きたいです。はい、履きたいです。これはマカフィーってところのワンピースで、下にデニムとか履いてもすごいちょっとリゾートっぽくなるけど、意外に都会にも合いそうな感じで、あとは白のさっき紹介したこのスカートとかをちょっとインして、オールホワイトでまとめても可愛いかなって思っています。はい、すごくお気に入りです。で続いてスカート、このピンクと青のスカートを紹介していきたいと思います。オープニングセレモニーで買ったスカートなんですけど、ちょっとこの裾の方にちょっとデザインというか切り返しのデザインがついてたりとかして、でこれ巻きスカートにもなるので、下にちょっとニットパンツとか入れても可愛いのかなと思って、まあ、夏はさらっと着たいなって感じなんですけど、この下の方にデザインが入ってるから、オーバーサイズのシャツとかをさらっと上に着ても可愛いし、もちろん T シャツとかタンクトップとか1枚さらっと着ても可愛いなと思います。でこの青のスカートはスナイデルのものなんですけど、シルクっぽい素材になっていて、高級感もありつつでもラフにさらっと着れる感じで、でこのこういうブルーがすごい私好きで、なのでちょっとこれは夏たくさん着たいなと思います。はい。では続いてこのデニム、これ私ずーっと着てて、ずーっとって言ってもだいたい 4,5 年前ぐらいからすごい相棒なんですけど、形が本当に綺麗で、足にフィットしつつちょっとあの裾が広がってて、どんなスタイルにも合うので、デニムといえば自分のクローゼットの中でこの子みたいになってます。アクネのデニムです。でこのデニムによく合わせるトップスが白のレースのトップスが多いです。今日はこれを紹介したいと思う。これもあの古着屋さんで買ったんですけど、ちょっと女の子っぽいんですけど、こうやってデニムに合わせることによってちょっと姫っぽくならぬつにこうカジュアルに落とせるというか、なのでこうデニムにこういうトップス合わせるのが結構お気に入りです。あと T シャツ、この T シャツ最近のお気に入りで、ミュウミュウさんのT シャツです。デニムに合わせて、でちょっとこういうベルトとかして、これトーガのベルトなんですけど、こうやって合わせたりして、でサッと T シャツを出しみたいな感じで、はい、お気に入りです。
じゃあ次、はい、バッグのお気に入りを紹介していきたいと思います。ディオールのブックトート3つ種類があるんですけど、これは一番最初に手に入れたブックトートで、ちょっとこの大人っぽい柄が可愛いなって思って、今日のワンピースにも合うし、意外に色がネイビーなのでいろんな洋服に合わせられるのがお気に入りです。続いてこれ可愛いんですよ。このバッグすっごい使いやすいですし、ちょっとこうビーズとかついてたりして可愛いなと。続いてこちらのアンテプリマの定番のワイヤーバッグのピンクですね。財布と鍵と携帯とっていう、そのぐらいの持ち物の時にこのバッグをいつも使ってます。続いてこのスタードのバッグ、こういうさらっとしたワンピースの日とかにこのバッグを入れてあげると締まってポイントになるかなって思ったり、あとはデニムとかにもすごく合いますし、あのドレスアップの時とかも全然いけるので、結構オールマイティの子でお気に入りです。気に入ってます。じゃあ続いてサングラス紹介していきます。まずこれレイバンのサングラスで、黄色いレンズですね。これメンズの多分サイズで、でも結構このデカめが可愛いなと思って買いました。では続いてこちらの、この子も結構太めで、これもらい物なんですけど、メンズのものだと思います。結構ごついですよね。こんぐらい太めのやつも好きでたまにつけたりします。はい、これはゾフとスタイリストカメラマンさんの熊谷さんのコラボのやつで、これ先日いただいて、これは結構なんだろう、そんなにシーン選ばずどこにでもつけていけれるような、ちょっと華奢な感じが女性っぽくて好きです。はい、続いてこの最近お気に入りのディオールのパールピアス、ロゴもついててすごい可愛いです。はい、こんな感じですね。で続いてもう私の超ヘビロテアイテム、このリングです。今日もつけてるんですけど、これ MAM っていう海外の、メーカーブランドさんのもので、スタッフさんがつけてて可愛いって言ったら、後日スタッフさんがプレゼントしてくれたんですけど、そういうあのエピソードもあるんで、すごくお気に入りです。いつもつけてます。はい、結構何にでも合うんですよこれ。はい、続いてサンダル、これ超最近たくさんたくさんたくさん履いてます。レイクネンのサンダルです。もうこれ一つでもうこの夏乗り切れるんじゃないかってくらい何にでも合うので、とってもとっても愛用してます今。続いてトゥデイフルのちょっとヒールがあるミュールっていうんですかね、まあ、春も夏も意外に秋もいけるかなと思って、結構冬以外のシーズンでたくさん使い回ししようかなと思ってます。はい、今日は私のクローゼットをご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。まあね、アイテムとかも何個か紹介させていただいたので、まあ、こう収納の仕方とかわかんないですけど、少しでもなんか皆さんの参考になればなと思います。はい、ということでね、エレさんにはハルミンキッチンでもお邪魔したので、またぜひ何かで、ね、こう皆さんに発信できればなと思います。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。デニムによく合わせるトップス、あ、もう大変大変大変、あ、中にアメちゃん入ってた。今日は私のクローゼット大公開、大初公開